エコーとは、山マビコ、小玉といったような反響現象や反響そのもののことであるが、コンピュータ関連でも、やはり、こちらから送った入力をそのまま返してくるものを指す、語として使われている。CUI シェルやコマンドラインインタプリタなど、キャラクタユーザーインターフェースを入出力先とする、コンソールアプリケーションでは、通常、コマンドなどのユーザーからの入力が、 画面に表示されないと使い勝手が悪い。そのため、多くの場合は、OS の端末ドライバーがそれを行うのであるが、キーボードなどからの入力を読むと、内部のバッファー等に書き込むだけでなく、直ちに出力として送り返す。これをエコーバックという。ネットワーク越しに、遠くのコンピュータを使っている場合などは、蒸気のようにして帰ってくるものを表示していたのでは、 遅延により操作性が悪いことから手元の端末の側でエコーバックさせる方式もある。これをローカルエコーと呼び、それに対してリモートからのエコーをリモートエコーと呼ぶ。ローカルエコーありに設定した場合は、リモート側のエコーバックを生成する場所から手元の端末で表示するまでの間のどこかでリモートエコーが抑止されるように設定されないと文字が二重に表示される。 msdos のコマンド、com の内部コマンドのエコーコマンドにおいて引数が on、または off という文字列の場合に on、または off に制御されているのはこのエコーバックに関するモードである。また、UNIX では CUI 画面からのログイン時のパスワード入力時には入力に対して何の反応も表示されないが、これは端末のエコーバックをなしにすることで抑制されている。 コマンドで制御する場合は、スティコマンドを使う。引数エコーとエコーで指定する。スティエコーでエコーバックあり、スティエコーでエコーバックなしになる。端末などを、いわゆるテキストユーザーインターフェースで使う場合なども、エコーバックがなしにされる。ユニックスなどのシステムにあるエコーコマンドは、入力として引数で与えられた文字列をそのまま出力するコマンドである。 必ずしもシェルの内部コマンドとして実装しなければならないわけではないので外部コマンドであることもあるが何らかの理由であらゆる外部コマンドが使えないなどの非常時のことなどもあり内部コマンドであることが多い MSDOS のコマンド COM か外部コマンドかという違いもあるので注意標準である PASX ではエコーコマンドに関して オプションによる標準的な動作は何も規定されていない。これは、ごく初期には、以下で示すサンプルのような、全く何のオプションも認識しないバージョンもあったことと、標準化が始められた時点で、すでに混乱の収集が不可能であったことが反映している。ユニックスにおいて、コマンド引数の解釈に、メタ的な標準がないことが原因であって、よくあるユニックスへの苦情の原因の典型ではある。 システムによるが N オプションを認識する場合は最後に業種端子を追加しない E オプションを認識する場合は B などのエスケープシーケンスを解釈するのマニュアルを参照 BSD などから E は認識しないものも多い GNU オート o ールズ l s の応答カンフのマニュアルのポータブルシェル、リミテーションズオブシェルビルテンズの中にあるエコーに関する記述も参照のこと 問題の回避策としては、コマンドは実行するが全く何も出力しないという、動作以外は、プリンフコマンドを代替として使うことで解決できる。C 言語で、エコープログラムを書くと、次のようになる。include, studio, H。エコーコマンド line arguments, first version, main?inti, プリンフプリンフ return, 0。 msdos のコマンド、com の内部コマンドのエコーコマンドは、上記の UNIX のエコーコマンドと同様の動作のほか、コマンド、com からの出力のオンオフを制御する機能も持つ。具体的には、与えられた文字列がオン、またはオフだった場合は、それをエコーするのではなく、オプションと解釈して、コマンド、com からの出力をオン、またはオフする。バッチファイルの先頭にエコーをオフなどと入れて、 バッチファイル中のコマンドが表示されるのを抑止したりするのに使う。また、引数なしで単にエコーコマンドだけを実行した場合、エコーは ON です。と出力される。PHP にはエコーという言語構造がある。同じく言語構造のプリントと似たようなものだが、引数を複数個つけられる点、値を返さない点などが異なる。 Ping で使われる i c o ン p パケットをエコーと呼ぶ RFC792 を参照 RFC862 で定義されているエコープロトコル TCP ポート7番で動作する TCP 接続を通して送られてきた文字列をそのまま返す Ping ではネットワークが機能していることが確認できるだけであるため OS の建材を確認するためなどに実用的に利用されているが、近年では可能な限りポートは閉めておくという方針が一般的であるため、開いていないことも多い。ありがとうございます。